次に気を送ってもらうのは四つ指トビネズミくんです。クリッとした大きな目にウサギのような長い耳の持ち主。僕全然眠くないからね。はい、じゃあ始めます。早速気を送ってもらいましょう。彼もまた気を受けて眠ってしまうんでしょうか。5分後。あらら、かなり眠そうですね。マジで。おっとっと、どうしたんだ僕、なんだか眠い。そしてこのまま気を受けているうちに、ヨセエビトビネズミの体にある変化が起こりました。さて、その変化とは一体何でしょうか。いいですか、ヨセエビトビネズミ。さらに深く眠ると、四つ指トビネズミの体にある変化が起きる。わかりますね、起きてる姿。はい。よく見ててください。ほら、正面から見てる。これが起きてる姿。ね。この方の答えから見てみましょう。はい、どうぞ。一番思いついたのが、わかりやすいのが、全身の毛が、こう、わさわさっとこう立ち上がる。なるほど。ハリネズミみたいになっちゃう。はい。あの寝てる時にこう立たせることによって、何か外的天敵から狙われる時に危険だよっていうのを寝ながらもアピールできる。ちょっとなんか立ちかけたような気がするんですよね、さっき。では残りの答え一斉に開けましょう。はい、どうぞ。ああ、純ちゃん、右がダラン、ゴリダラン、カワダラン、マリナダ。はい、純ちゃん。いや、だからやっぱり耳は全部神経がなくなって、神経っていうかその意識がなくなるから、やっぱ根元から前にこうだらってやっぱこうなるんですよね。僕はこうペロンと垂れる感じですか。だから先生がこう気を送ってて、その気でもしかしたら先生が寝ちゃうんじゃないかと思って。どうしようもないと思う。さあ、この中の正解はあるんでしょうか。